推しの子7は良かったですね。まあ、部分部分的にちょっとややこしい部分とかはちょっと置いとくにしても、恋愛リアリティ商品に関しては問題提起しっかりできてたと思いますよ。うん。まあ、一つの事柄や番組の問題だけではなくて、まあ、世界中で恋愛リアリティショーの問題っていうのは起きてるから、まあ、そこら辺全体を見て、ちゃんとやっていかなきゃいけないっていう部分もあると思うし、まあ、一番恐ろしいのは世間の声として書かれていたし、まあ、その上で、推しの子では一番責任取んなきゃいけなかったのは、まあ、番組の制作スタジオだよねっていう、まあ、そこら辺の部分も含めてやってるから、まあ、いいと思うんですよね。まあ、完全な悪役ってわけではなくて、後のフォローにもちゃんと協力してくれるんだけど、まあ、それでも一人の人を悪役として帰ってくっていうか、そういう作為もあるよっていう部分。ただまあ制作スタジオ側もそういう人を殺すためにやってるわけではないっていう、そういう部分もあるから、まあ、アクアの煽りに対して、まあ、ちゃんと協力してくれたりっていう、そういう部分もある人たちだから、まあ、協力っていうか、まあ、見逃してくれたって感じであるんだけど、まあ、結果的に綺麗に落としてよかったっていう話ですね。うん。まあ、あとはまあ、ユキとか、まあ、今回ばっかりのキャラだと思うけど、まあ、良い子でよかったよね。うん。まあ、最終的な落としどころは本当に良かったと思います。で、この恋愛リアリティショー編、なんだかんだで、こう、外せない話の一つなんだよね。うん。なぜなら、ここで、星野アクアくんと関わりを持つ黒川茜が、めちゃくちゃ重要なキャラなの。うん。ヒロインというのは、まあ、ちょっとあれなのかもしれないんだけど、まあ、少なくとも、アクアとは、まあ、今後も腐れ縁とかできちゃうし、まあ、それに付随して、ルビーとも縁もできていくし、まあ、ついでに、有馬かな、まあ、重曹と一応ライバルでもあるんだよね。うん、アクアくんから見ではあるんだけど、まあ、アクアと出会う前の以前から、まあ、結構役者として、ちょっと いろいろとライバルとして意識してたっていうところも今後出てくる話だから、マジで、今後の推しの子っていうのは、もう黒川茜をメインキャラとして見ないと話が通らない話が結構出てくるんだよ。ぶっちゃけ茜抜きで成立する話って多分ワンクール目の最後になるビーコマチの3人揃っての、まあ、ちょっとデビュー戦みたいなところで締めるんだろうけど、まあ、そこではまあ茜あまり関わってこなかったり、あとまあ重曹がやらかしてアクアに助けられてアー君言い出す話があるんだけど、その時も茜はあんま関係ないです。逆に言うとその辺しかなくて、本当に茜ってキャラね、本当にアクアにめちゃくちゃ絡んでくるし、ルビーと重曹にも影響を与えまくってるから、いや本当にこの3人に主要キャラなんですよ茜。まあ、推しの子についてこれなくなった人は、この茜が主要キャラであることを受け入れられなかった人だっていう印象はあるんだけど、まあ、そこら辺そうならないようにアニメではきっちり恋愛リアリティ商品やってくれたと思いますよ。はい。で、まあ、茜に関しては、こう、まあ、アクアくんに出れたから、アクアくんの好みである愛さんの笑みを始めたっていうところなんですけど、ここの辺の茜の、まあ、天才役者としての笑みっぷりがちょっと怖いところありますよね。うん、発達障害の毛があるとか、まあ、そこら辺結構素で行っちゃったりとか。でも、見方を変えると、まあ、茜なりに結構アクアくんに好かれるために必死なんだっていう、そこら辺もあるから、まあ、それこそユキたちに迷惑もかけたくないしっていう、まあ、茜が愛をエミュレるっていうところが、まあ、今後に関わってきて、まあ、愛が、隠し子を愛していたっていうことに対して、まあ、そこら辺気づいてやれるのも茜だけっていう感じなんだよね。うん。まあ、アクアはちょっとそこら辺ちょっとぐちゃぐちゃになってるし、ルビーはルビーでいろいろとあれだから、まあ、原作本誌でサリナの母親が出てきたりとかありましたからね。うん、まあ、ここでは言わないけど。あとまあ、今回本当にみんな思ってると思うんだけど、茜の岩見真中さんめちゃくちゃ良かったですね。うん。もともと儚げだったり薄っぽい声の人のイメージはあるんだけど、あるし、まあ、実際茜も自殺寸前まで追い込まれてたから、まあ、そこら辺いつもの岩見さんの声が出てたんだけど、でもやっぱりこう、愛をエミュる時の集中力ではちょっと怖さとかを見せてたし、そしてエミュった後のもう愛の高橋リエリーさんのちょっと頭の悪そうな声をエミュってるのもすごく良かったと思います。いやー、前のクールで、お隣の天使様の椎名真昼っていう子もやってたんだけど、あの子も高木さんから結構引き継ぎみたいなものを感じてて、まあ、性格自体は全然違うんだけど、まあ、高木さんもやってた、ラブコメ曲のカバーを、まあ、真昼もやってた、みたいなところで、まあ、結構なかなか共通点のがあったんだけど、推しの子だと、もろに茜は愛をエミュったりしてきて、まあ、いろいろと勝手に引き継いでる感じがすごいいいですね。まあ、実際その辺引き継がなきゃいけないのは、まあ、ルビーちゃんの方だっていうのはまあ分かってるにしても、まあ、茜も結果的に愛というアイドルにエミュリー出した人間の一人っていう感じですね。あとまあ劇団ラララい絡みで、まあ、実は愛が、まあ、茜にとっても実は先輩だったっていう部分もあったりするんで。
いや、黒川茜は途中参戦キャラなんだけど、こいつがいないと本当に推しの子の今後の話って回んないんですよね。まあ、これからやるちょっと、あれこれ、ビーコマチのあれ、復活みたいな話は、まあ、結構重曹がヒロインしてくるんだけど、でも茜は重曹にとってもライバルでもあるし、もう本当にアクア君ともルビーちゃんとも関わってきちゃうから、まあ、その分死亡フラグも立つし、アクア君の地雷も踏みまくるんだけど、いや、そういう意味では茜のデビューとして、本当に恋愛リアリティショー編のインパクト良かったと思います。マジで茜をちゃんとメインキャラとして見てあげないと、ちょっと今後の話ってまとまってこないんですよね。いや、もうアクアどころかルビーや重曹ともそれぞれ関わってくるのが、まあ茜なので、まあ、そこら辺で茜のデビューキャラとしてのあの賞をちゃんと立ててくれた2話だったと思います。本当に良かったと思いますよ。まあ、今回の演出自体もなんか重さもすごかったけど、ちゃんと最後にあのハッピーエンドになる開放感もあって良かったと思います。まあ、この辺はちゃんといいものを作ってくれたと思いますよ。はい。まあ、後についてはちょっとあまり触れないことにしますね。うん。まあ、あえて一言だけ言っちゃうと、この恋愛リアリティショー編、むしろ推しの子はもうずっと言われてるけど、問題提起をしてるよねっていう話でもあるから、まあ、その話に関してはもう親御さんもちょっと助けてやれなくてっていう話ではあるんだけど、まあ、茜自体はちゃんと、共演者、まあ、アクアやユキをはじめとした共演者に救われたっていう部分もだいぶあるんだけどね。まあ、メムチョとかもなんだかんだ付き合いいいし。でも、番組は別に出演者を殺したいわけじゃないからね。ないはずだからね、それは。まあ、だから汚いところもあるんだけど、まあ、別に制作サイドが絶対役じゃないっていう、その距離感なんかはすごくリアリティあると思うよ、逆にね。うん。まあ、腫れ物に蓋をするっていうか、そういう感じじゃなくて、まあ、ちゃんと問題提起をしてきたっていうのはいいことだと思います。別に何か番組一つ二つがあれだったわけじゃなくて、まあ、ジャンル的な問題もあるからね。うん。まあ、僕から言えるのはまあ以上ですね。うん。来週はまあ総集編っぽいんだけど、なんかこう、狙って調整してる話数調整だと思いますね。うん。あとはまあ、ビーコマチ、ルビーと重曹が、あの、三人目の仲間を、あの、アクアから引き連れてもらって、三人で頑張っていくっていう話が出てくるんだけど、まあ、それもまあ、期待してます。はい。あとはまあ、動画工房が2期作んないジンクスあるから、ちゃんと2期作ってほしいですね。うん。いや、本当に、茜がマジで重要なキャラになってくるんで、まあ、アクア君もルビーちゃんも地雷踏みまくってるっていうところもあるんだけど、あとまあ、うん、原作の方もかなり怖いことになってますね。正直かさむけが走りました。でも今の推しの子原作も結構面白いんですよね。うん、これは怖いなと思った、うん、サリナちゃんね。まあ僕から言えるのはまあこんなところですかね。うん、いや推しの子ちょっと正直不安なところもあったんだけど、実際放送してみたらこう原作の良さと、まあ、動画工房の相性が良かったと思います。まあ、2期やるとしたらマジで茜がいないと話が動かなくなるぐらいの展開にはなってくるから、まあ、本当に茜をちゃんとインパクトあるキャラとして書いたのは良かったと思いますよ。はい、以上です。うん、まあ、最後まで見届けたいと思います。